シャンボーと飲み会でどっち買えばいいの。この動画見たらどっち買えばいいかもう一発でわかるんで、迷っているうちはね絶対買っちゃダメなんです。パラグッズっていうのはそもそもねフィッティングがもうめちゃめちゃ難しいんですよ。フィッティングで行くんやったら断然ミカエル。ミカエルの黒、はい、これおすすめです。シャンボードとミカエルだったらこううっすら見えてくると思います。皆さんなんならランス一番おすすめやったりするんですよ。一足目シャンボード、ミカエルどっちにしよっかなっていうぐらい。だから、はいはい、そのコーデも固まってなければ履き方も決まってない人はランス買っときゃまあコーデ的にもなんとかなるでしょうという。なるほど、一回試着しとく価値はありですね。いや、ありです。この2つ見るついでに、ただランスが一番劣ってるとこがあるんですよ。劣ってる、はい、あのフィッティングなんですけど、あらローファーなんで、あ、革が伸びたらもう終わりなんですよ。まあしかもパラブーツさっき言ったように空間ある言うてたもんね。そうなんですよ。ローファーっていうのはやっぱこう足にあって足に沿う形でなかなか緩くなってもずっと履けますよみたいなのがいいんですけど、はいはい、足に合わないローファーっていうのでだいぶ危険なんですよね。確かに。だからローファー型した普通の革靴ぐらいの感覚で捉えてほしいんですよ。はいはいはい。ローファーじゃないしね、もうこの辺見たらローファーじゃない。いわゆるローファーって言ったらこうレザー、薄いレザーソールがついてて、はいはいはい、軽快な履き味みたいなのが。なるほど。このノルウィージャンでソールも多分こんなんついてますから、はいはい、多分ミカエルと同じのがついてるんで。じゃあだいぶ足元ちょっとタフなんや。タフです。まあそれがあのこういう風合いのある黒切りやったりとか、はいはい、その素材感が出てる服とかね、はい、には合うと思うんですけど。いや確かにそうですけど、フィッティングが終わってるんで。終わってる。終わってます。なかなか難しいんです。じゃあまあ選ばれしものを、そうですね、みたいな感じにはなってくるのかな。かもう割り切ってもうかかとは浮くもんやと、はい、浮くもの、もうカパカパして、もうパラブーツの人も言ってました、あのランスなじまないんで、あのレザーソールがなければソールもタフで、もう普通の革靴、はい、紐で締められない革靴やと思って履いてくださいぐらいの感覚でね、おしゃべりしたんでね。サイズ選びもちょっとシビアにしましょうと。シビアにしなくてもいいです。だからもう、あ、いいや逆に、もうだからもうガパガパを受け入れてね。なるほど。履いて、あと分厚い靴下とかでね、あちょっと調整しながらという、そんな感じの靴なんで、はいはい、だからフィッティング力ゼロ、コーデ100みたいな、すごいな感じですね。すごい鉄砲玉やったよ、ここに見えてたやつ。まあまあランスっていうぐらいですからね。あー、一本やり騎兵隊みたいな。なるほどね。突撃みたいな感じなんで。まあここまでね、はい、黒ミカエルがええとかランスがええとか言いましたけど、はいはい、散々5択並べて。でも9種類あるじゃないですか。あ、3色3色3色これも入ったら。そうなんですよ。じゃあもうそれぞれの色を、おすすめの色を、あー、一押しのカラーを。そうです。まあどれか一足って言ったら、まあ、後ほど発表するランスのどのかどれかの色と黒ミカエルにはなってくるんですけど、はい、なるほどね。それぞれのねおすすめの色をちょっと紹介していこうと思います。もうちょっと答え出てたな。さあこれは出ましたね、はい、黒です。なるほど、ね、マロンで全然いいですよ、はいはいはい、ミカエルの可愛さがねすごい強調されてるんで、ジロリアン感あるよね。僕はこれめっちゃ気に入ってるんですけど、うん、まあ買うの迷ってたり初心者の方やって言ったら黒ミカエル。経年変化もうめっちゃ死骸があって、はいはいはい、ツヤツヤになってるミカエルとかめちゃめちゃ色気ありますね。いや良さそうですね。ああ、言ってて欲しくなってきた。あら、いやランスも先買わなあかんねんけどね、ちょっと欲しくなってきます、ね、先買わなあかん、ね、先買わなあかん。なるほど。ミカエルはやっぱ黒、全然マロンでもいいんですけど、はい、まあ、まあ間のカフェ、あでもカフェ行くぐらいやったら俺マロン行ってほしい。なるほど。かもう黒か明るい茶を言ってほしいです。ちょっと振り切った方がいいんちゃうかと。そんな感じです。なるほど、はい、続きましてランス。ランスランスはね一択なんですよ。はい。あ、見えてきた。見えてきた。いいですね。ランスはね一択、焦げ茶 あのカフェです。はいはいはい。これしかないなと。あのね、レディースやったらね黒のランスとかがねよく雑誌で見るんですけど、うん、見ます見ます。まあでもメンズやったら、まあ、ちょっとこう遊び心というか、はいはいはい、ちょい悪っていうわけじゃないんですけど、ちょい悪あのかっちり黒でね、はいはい、ローファー履くんやったらまあ別のローファーでええんちゃうかと。なるほど、うん、デザインのカジュアルさをこれもちょっと生かした方がいいんじゃないのかと。 でもねこのマロンにすんのやったらもうミカエルの方がいいなという感じになってくるんで、であのちょっとカジュアルでちょっとフォーマルだから、ランスのカジュアル感とこのソールのタフさをどっちもこう包み込んでくれんのがカフェ。めっちゃすごい。焦げ茶、いやもうめっちゃ欲しい。確かにそれ言われるともう
見えてくるしかないね。あるはずやもんね。一足目買うんやったら、めっちゃ迷ってるんやったら、もうフィッティングを捨てて、捨ててコーデ力のみで、おお、カフェのランス挑んでくれと。はい、なるほど、めちゃめちゃおすすめです。で、次シャンボード。はいはい、これはね、黒かな。おお、福太郎さん正解してる。いや、そらな、俺が言ってるから。確かに。そらな、待って、全然違うの入ってたら怖いよ。で、黒か、でもね、これもね、カフェもね、ちょっとありなんですよ。ちょっとでも、ジャケパンとかやんねやったら、あのカフェ、ダークブラウン。マロンまで行くとね、ちょっとアメトラ感強めというか、はいはいはい、ちょっと、なんか、シャンボードとは合わへんかなって思っちゃうところがあるんで。なるほど。初心者の場合ですよ。はい、なんかこう、無難にノワール、黒か、まあ、こうダークブラウン、ちょっとこう軽くしたんやったらカフェのダークブラウン。なるほどね。おすすめですね。つまり、はい、このシャンボード、はい、ミカエル、どっちが買うべきか論争のトップはランスの焦げ茶で、はいはい、それでも、うん、悩んでたら買わん方がいい、はい、そうです。すごい質問の正解と思う。いや、こんな親身に答えてるチャンネルないですから。あのサムネの問いの答え、今それやったんや。そうです、そうです。迷ったら買うな、どうしても迷ってるけどどうしても買いたいならカフェのランス行ってくれ。すごい回答で、カフェのランス行く場合はもうフィッティング捨ててくれと言っております。足合わないです。まあ、ただまあ、はい、フィッティング捨ててくれって言ったけど、まあ、経年変化とかは楽しめたり、はい、リスレザーのこの感じ、はいはいはい、ちょっともちっとしてたり、はいはい、っていう風合いとかは楽しめるんで。じゃあ経年変化も楽しめる。でおできると思うんで、まあまあ一番持ってても損はせえへんかなという。なるほど。まあ、でも7万でフィッティング捨てるってなったらね、やっぱり厳しいんで。清水ダイブやね。頑張ってフィッティングもやってくれたらと思います。なるほど。頑張るっていうのはまあちょっとタイト目というかね、はいはいはい、とかあとその当てを作るとか、あ、これやったら短パッと貼ったらここが、はい、もう名前とかいいです、短パッととか知らなくて、足の甲いけたらええなとか、かかといけたらええなみたいなのが、ちょっと感覚的に、はい、ちょっと分かって言語化してで買ってくれたらなお嬉しいですね。ちょっと上級者やったな。ちょっと上級者ですね。ちょっと初心者買われへんな。まあけどそれぐらいちょっと難しい靴でもあるってことね。そうです、僕はもうめちゃめちゃ難しい靴だと思ってます。なるほど。まあ選択肢多いし、カラー展開もやっぱ多いんでし、まあラストも独特やと、うん、白とかネイビーとかあるしね、もうシャンボードとか。確かに、うん、いっぱいあるんです。なんかコンビカラーみたいなのもあるし。あります。コンビなんて絶対買ったらダメです。絶対買ったらダメ。絶対ダメ。もう暇を持て余した上級者の遊びですから。あ、道楽よりない。道楽で道楽、あんなカラー道楽やって、絶対ダメです。まあ、というわけで、はい、今回結局買わない7割でランス2割で黒ミカエル1割みたいな結果になりましたけど。どんな結果や。でもほんまに高級靴買うときはまあそんぐらい気をつけて、でもっとね、便利な靴もあるんで、やっぱり、はいはい、最初の一足っていうのは。またやりますか、最初の革靴一足目これがいい。ああ、なるほど。ちょっとまたおすすめ革靴、最初の一足目革靴これがいいっていうのもなんか、はい、また紹介しますんで、はい、よければチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。お願いします。でも、はい、これこのモデルのこの色が欲しいってなってて、はい、コーデ的にもいけるな、足の形的にもいけるなってなってる人はどれ買ってもいいってことですね。うん、555そんなもん。555何ぼでもコーデください。何ぼでもコーデください、はい、でも使い方とか分かってたらもうなんか3種類1色で使っても全然大丈夫なんで。な、ね、迷いすぎたらステイってことね。はい、迷ってるうちはなるべく買うのをやめてほしいです。いや、よかった。ただ、はい、の頑固ラーメン屋かと思って。違う。いや、評論家の方来ないでください。違う。このチャンネルではこうやって革靴とか経年変化するものとか、はい、古着とかいろいろやってるので、はい、そうですね、1個でも気になる方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。今回この辺でありがとうございました。ありがとうございました。